じゃあ、それでは今日はどうも、桜祭り、お越しいただいてありがとうございます。朝岡優子と申します。改めまして朝岡優子と申します。外の桜ももう満開だと思うんですが、うちも今日のために桜を入れまして、つまみばっかりだったんですけど、昨日バンバン暖房焚いて満開にしました。知ったのはついこの頃、形にならない幸せがなぜかし、思いのそこの頃、あなたへの手紙最後の一行、
知ってる港横浜街の嘆きに潮風吹けば流行賞14回取りました、アシスタントをしてアシスタントやりました、はい、3度目です YouTube 番組を、毎月2本上げてますので、よかったら見てください。はい、はい、なので、私の後輩が13回長尾さんですかね、はい、男の子っていう、はい、あ、そうなんですよ、うちの後輩の男の子がアシスタントやってたんですけど、25歳ぐらいなんですけど、めっちゃおっさんに見えるやつが。そうなんです。はい、その長尾さんも出るんですけど、うちの、そうなんです。うちの劇団で5月11日から、下落合ダックス1179という劇場で舞台やります。ぜひ見てください。切れない写りがいつしかあなたに染み付いて、誰かに取られくらいならあなたを殺していいですか。涙れて隠れやっとつづら常連の滝マイアミに揺れ落ちる肩の向こうにあなた山へ戻れなくてももういいのくらくら燃える火をくぐり越えたい淡い声そこにあるから追いかけて行けば儚い逃げ水のそれが幸せあるようでなくてだけど夢見る願掛け花のように鳥のように世の中に生まれたら一途にあるがままの生き方が幸せに近い。
ね。